はい、今回はソニーベガスプロで被写体に追従するモザイクやぼかしの作り方をご紹介していきます。まずタイムラインに素材を配置します。こちらの犬の目にモザイクをかけていきます。まずトラックを複製します。右クリック、トラックの複製、そしてこの上の素材にイベント FX ピクセレートを適用します。水平ピクセルを増やします。垂直も同様に増やします。こんな感じですね。これでモザイクをかけることができました。次にイベントパンクロップを開きます。マスクにチェックを入れます。同期カーソルにチェックを入れておくと、プレビューとタイムラインが同期します。最初のフレームを表示して、長方形ツール、マスクを書きます。すると、このマスクで囲われた範囲だけモザイクが表示される形となります。これを動きに合わせて移動させていきます。まず、ざっくり合わせていきます。こんな感じですね。次に細かく合わせていきます。形を変えてやることもできます。こんな感じですね。見てみると、こんな感じで追従しています。上のトラックだけソロで見てみると、こんな感じですね。そして、このエフェクト、今ピクセレートを使っているのですが、これを例えば、ガウスブラーにすると、こんな感じのぼかしの表現となります。他にも、明るさとコントラストですね。これを使って明るさを0にします。マイナスですね。黒い目隠しですね。を作ることもできます。こんな感じで被写体に追従するモザイクを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。